。はい、どうも、こんばんは。フラワームーン結成したのは去年の9月の25年ぶりで再会しましたね。サキちゃんです。サキです。で、ちょっと2人でユニット組んでライブやってこうじゃないか、そういうことで意気投合しまして、でもう何回かライブをさせてもらっておりますけども、そのデビューが去年のね11月の16日あ15日ね、お弟子様にやらさせてもらいました。あの時はあれいろいろ見たのね、たくさんね。行った時はいろんなとこ、そうそう、パーティーでね、そうそうそう、いっぱいありましたよね。そんなことで、昔の曲の、昔って言ってもそんな1970年代のなんか日本のフォークだとか歌謡とか、そんなレベルの話なんて、もっとさらに戦後くらいのね、下手すら大正時代、明治大正、明治大正、もっと言うとロマン派のね、クラシックそんなものをやってみたいな、もうジャンル問わずってことで、そこでまず1曲目にお送りするのが、ハットレイモンド作曲、作詞西澤壮で、これ千代田輝子さんでしたのか。そうです、千代田輝子さんっていうね、おそらく美人歌手だと思います。私顔知らないですけど、想像の世界で言います。東京ワルツ、
夜更けの並木を距離離した方がいいかな。ちょっとしょうね。では次の曲に行きますけども、これは気になったけど、ちょっとホール入っちゃうと、うん、あ、そうだ、そうそう、この人だね、うん、これキーここでよかったっけな。あ、いいや、ちょっと前やってみてね。もしあれすぐ帰ったら。はい、大丈夫。ホール入る。うん。ちょっと飲んでたと思うんですけど。はい。大丈夫かな。あら、のりこよ。そうだ、のりちゃんだ。横じゃないか。待って。もう少し様子を見てから。きっとタデと一緒よ。では本当に分かったの、タデと。そうよ、先生の仰せの通りに。タデはノリコを愛している。僕はそれでもいいとして、マミはどうするんだ。自由よ、誰からも拘束を受けない風来坊なの。素晴らしいのよ。不可解だね。実国峠では君はあんなに他人のために弁護していたのに、女なんて信じられないものだ。男こそじゃないの。私が盲腸を切る間さえ待ちきれないんだもの。へえ、やっぱりそうだったのか。ちょっと先生、ほら、やっぱり来たでしょう、タデが。どれどれ。今の笑い声を聞いた。笑い声聞いたでしょう。ああいう笑い声は許し合っていないものにはできない声よ。マミの観察はだいぶ神経質なようだね。そんなことはないわ、平凡な観察よ。あれはいわゆる狂症よ。そうかな。そうして腕なんか組んでみっともないったらありゃしない。こっちも組もうぜ。ねえマミ、このままどっか行ってしまいたいね。行かないか。私は高飛びだ。ダメよ、そんなことを聞くとマミ倒れそう。夜夜となってくるわ。一人で立っていられない。危ないわ、とっても危ないわ。いいじゃないか、倒れかけたら僕が抱き止めてあげる。安心してついてこいよ。どうしよう、だから誘惑しないで。ここで先生に負けることは、つまりノリコに負けることなの。実はね、マミ、僕は来月の大阪歌舞伎の大総長を頼まれてるので、今夜の夜行で大阪へ立つんだ。寝台券も取ってあるんだ。これをマミにあげよう。僕はシートにかけてるぞ。向こう行ってしまえば、二人で今のように両君で歩いても誰も電話を飛ばす奴はいないんだ。芝居の家は二日で済む。あとは京都やるなら行こう。丸山公園はそろそろお花見だ。そりゃくさくさしてるから京都へ遊びに行くのは先生よ。でもお金がないわ。では服部からもらえばいい。さあ行こう。気の早い先生。いいよ、ちょっと待って、話しちゃう。いやいや、ちょっとなんとかなります。
リア家具から逃げて今宵いずこの小枝に眠る絵筆以来て君の名呼べば視覚関係なんかいいですね。これが本音だ。そんなことで私たちフラワームーンは三角関係でも視覚関係でもない二角関係でありまして、我々はいわゆる天の尺なのであります。ということで次の曲は、この曲は
高木徹さんの曲だったっていうのはちょっとびっくりしたんですけどね。深尾須磨子さん。そうですね、深尾須磨子さんっていう方はね、あの、うん、詩人なんですけれどもね、どちらかというとあの叙情歌をいろいろ作ってます。それでこれを最初にレコーディングした歌手が、はい、これはね、実は美空ひばりなんですけれどもね、ひばりちゃんっていう、もう可愛かった頃の歌なんですけどもね、長年シーンで聴いてみるとね、すごく大人っぽく感じるような美空ひばり。そうですね、まあ大人っぽいですよ、小さい頃からね。いや、あの歌とこうなんて、自分がまだ小学校だったんだけどもう初老期に達してるおばあさんに見えちゃったもんね、気分きて。そうですね、まだ30代、私たちよりだいぶ年上ですからね、ひばりさん。もう、うん、そうそう、まあ、追い越しちゃいましたけどね、そうなの、だって娘ひばり亡くなったのは52歳52歳でしたからね、まあ、小学校に行った時もまだ30そこそこだというのに、実におばあさんに見えて、なんか着物着てね。そうでしたよね、とてもその自分が聞くような対象外の人だったし、でも今もすごい歌手だったので、そうなんですよ、歌ってびっくりしたんだけど、古い方の歌をね聞いてからファンになったんですけどもね、うん、そんなことで言います。あ、万ちゃんの歌、うん、誰かと私、私と誰か、仲良し友達二人は甘いじゃん、甘いといえば辛いと茶化す、どちらも負けない甘んじゃく、青春青春山よ海よ、緑の山光の海明るい夢よ、青春青春山よ海よ、私、私と誰か仲良し友達甘んじゃく、誰かと私、私と誰か仲良し友達二人は甘んじゃく、お菓子を食べて紅茶を飲んで、私と誰か仲良し友達甘んじゃく、はい、では次の曲ですけども、実は私たちフラワーンのあさってね、あの群馬県のよくここ見てくれるしえちゃん、まあね、ご存知の方いると思うんですけども、虫のネットとかね、今度そこによく出入りしてるちょっとチンピラみたいな男で、すごしとかいう男がおってね、それとなんかミカちゃんとも結婚する、その結婚記念パーティーに呼ばれまして、自分らも負けじとお互い夫婦ですから、疑似夫婦応援しに行くわけであります。そんなことで、次の曲は私たち結婚しましたっていう曲でありまして、
サムサンデーモーニングとね。じゃあ行きましょう。すごいなと思って、自分なんか自分のことしか考えないし、自分の都合のいいことしか考えない。さやちゃんだって、いやもう、まあ、今の自分だってもさらに最近は自分のことしか考えなくなってしまうね。やっぱりさやちゃんのこと、そうかな。いやそれはほんまそう言うと嬉しいよね。なんかもうかっこよいのが個人主義で、も悪ければ利己主義がありまして、自分さえよければいいって言ってね、そういうさやちゃん見るとね、ちょっと胸が痛む。こう一緒にね、まあこうやって夫婦な夫婦家庭活動してもね、胸が痛みますとにかく、ね、もう頑張って何とかしたいと思うんだけども、じゃあ最後の曲で、この曲はよく昔のね、なんだ、みんなの歌か、みんなの歌でも
かかった曲でありまして、結構有名な、でもこの曲は大正時代の歌だったのびっくりして、1918年、大正7年とね。そうですね、はい。でも素敵な歌でありましてね、なんかこううっとりするような、なんか日本の歌じゃないみたいな。そうなんですよね、やっぱりクラシックの、ね、勉強しにね、外国へ行って、うん、まあ、ちょうどね、大正時代っていうのは日本にね、クラシック音楽が入ってきて、もうこぞって作りましたよね、作曲家がね。でもこの曲って曲の構成といい、コード進行といい、あれ見てもね、何だったっけ、峠の我が家とかに、あ、そうそう、パクったんじゃないかなって自分たち2人で初めて気がついたんですけど、そんなことでいきます。最後の曲、この後柳さんがね、楽しみで、お、今日初めてです。そうなんですよ、初めてなんで、はい、いきます。あれ、どういう曲だったっけ、マジで、お、かわいい。あれ違うな。そうだったっけ？いや、これ過去ないじゃん。そうそう、いいの。うん、浜辺の歌。Okay.